親はいますけど寝てますよ。じゃあこれ食おうかな。ホッとする小袋、唐辛子の辛うまさが効いたオイルやって。明治。あれ？チャルメラって明治なんだ。あれ明治ってブルガリアヨーグルトのとこ？え？え？チャルメラ作ってる会社とブルガリアヨーグルト作ってるとこって一緒なんだ会社。だって明治ブルガリアヨーグルトっていうもんね。あ、明星ね。あ、ごめんなさい、違いましたわ。うん。うわっ、うわ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 。なんか味噌菌思い出すな、この文言は。ニンニクが効いたスープをホッとする小袋で仕上げるから辛うまうまな味わいにゃ、だって。俺味噌菌まだ食ったことないですけどね。なんかニンニクが効いてるって言いますよね、味噌菌。味噌菌ってまだ売ってるんかな。あれセブンイレブン限定だっけ。うん、味噌菌食いたいっすけどね。味噌菌。あ、クリエイターフォローアキポさん、ありがとうございます。なんかレビューしてる人いるじゃん、 YouTuber とかで。結構みんなまちまちだよね。普通にめっちゃ美味しいって人もいれば、まあ普通じゃねって人もいるし、中には美味しくないぐらいに言ってる人もいるし。なんか水たまりボンドのさ、トミーいるじゃん、あれがさ、味噌菌超うまとかつってさ、味噌菌のなんか美味しいっていうレビューしてて、あとなんか味噌菌のなんかそのなんかなんだっけ、なんかアレンジでこういう風になんかなんだっけ、ニンニクぶち込んで食ったんだかなんだか忘れたけど、アレンジでもなんか動画出しててさ、もうあの人より信用ならない人いないでしょ。水たまりボンドのトミーとかだってもう完全にさ、同じウームでさ、そりゃヒカキンがもうキングなわけじゃん、ウームの中で。そりゃまずいとは言えないやん、立場上。しかもなんか本当にまずいって思ってもまずいなんて絶対言わないじゃん、あの人の性格上、そういう立場の人に対して。あんなにね、信用ならないレビューないよ、食レポ。本当にもうただのもう忖度動画にしか見えないからね、あんなの、うん、あんなにもう信用ならない食レポなんてなかなかないよなと思いまして。うん、ちょレンチンご飯してきました。やっぱ中本って結構さ、辛いラーメンにご飯セットみたいなの頼む人は結構いるじゃない。なんかご飯セットみたいなってさ、結構頼む人の量多くない？うん、これ中本理論っすよ。ホッとする小袋、これいきましょうか。好きなキャラはね、まあそれなりに言いますけど、まあ一番好きなのはマイメロかな。うん、これを入れたいと思います。唐辛子のスパイスオイル、あ、デデデデさん、あだす、よいしょ。じゃあオイル入れましたんで、結構卵いっぱいあります。あ、上の表面にあるだけが。あ、コイさん、レンさんかな。ありがとうございます。あ、レンさん、224人目のメンバーになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。仲間が増えた。ありがとうございます。デデデサーダス。じゃあ、これちょっと混ぜて。混ぜたらなんか卵が結構分散しましたね。だいぶ麺が見えてきた。じゃあ、いただきたいと思います。あ、思ったより辛いな。あ、思ったより辛い。あ、思ったより辛いな。なんかチャルメラの辛いやつってそんなに辛くないイメージあるじゃん。なんかなんとなくなんかチャルメラのおじさんが優しい感じするし、こんな優しい顔して激辛ってなんかちょっとイメージがちょっとないじゃん。イメージ湧かないじゃん。なんか優しそうなおじさんだから
辛さもほどほどにねみたいな感じがするじゃん、イメージとして。パッケージとかいう、パッケージというかこのキャラクターのイメージとしてね、思ったより辛いっすね。思ったより辛いな。うん、思ったよりか辛いっす。あ、でもうん、まあでもそんなアホみたいには辛くない、うん、そんなアホみたいには辛くないけど思ったよりかは辛いな。ちょっと暑い、ちょっとエアコン、暑いからエアコンかけよう。お箸の持ち方がえぐい。箸の持ち方とかどうでもいいからね、申し訳ないけど。あ、フォロワー出す。うん、今さ、自分がさ食いたいように食え、食いたいように食えばいいんですよ、食い物なんて。マナーとか、あれ、みんなマナーとか守んない方がいいよ。この話前もしたけどさ、うん、食べ物に対する一番の敬意っていうのはその食べ物を一番美味しく食べることですよ。で、人それぞれ多分その食べ方の好みもあると思うんで、うん、ね、例えば海鮮丼みたいなのとかね、例えばね、ちょんもりちょんもり食べるのが美味しいって思う人もいれば、ガツガツ食べるのが、ガツガツ食べた方が美味しいって思う人いるじゃん。で、ガツガツ食べるとなんか行儀悪いとか、ま、食事のマナーになってないとか言うけど、結局食べ物に対する一番の敬意ってあれですよ。しかも命をいただいてるわけですよ。海鮮丼とかそうじゃないですか。海鮮丼って魚の命をいただいてるわけでね、それの食べ物、生き物に対する一番の供養とかそういうものは美味しく食べることですよ。で、ガツガツ食べて美味しく感じる人はガツガツ食べて自分が一番美味しく感じる食べ方をするのが食事の本当のマナーだと僕は思っております。そんなちまちま食ったら美味しくないっていう食べ物もあるじゃないですか。一番美味しくね、一番その食べ物を自分が美味しく感じるように食べるのがベストなんですから、どう考えても。だから皆さんね、世間のなんかそう常識とかね、非常識なことをもうなんかみんなね、繰り返すことによってみんながやることって常識っぽく見えるだけで、皆さんは本当に正しいことをね、自分のね頭で判断してほしいですね。うん、絶対そんなことないから、世の中のね常識が必ず全て間違ってるなんてありえないですから。あ、フォローありがとうございます。あ、よかったら皆さんアカウントアカウントフォローしてくださいね。 TikTok アカウントフォローしてください。あ、フォローありがとうございます。オリジナルのギャグしてください。いや、オリジナルのギャグですか。そんな別にお笑い芸人なんじゃない、僕お笑い芸人じゃないんで、そんなんないですよ。うん、5年前から見てる、マジっすか。あ、ポレスターだっす。5年前か。一応パッケージ表にしようか。
お母様の大ファンです。あ、そうですか。うん、デイサービスなんてそんな毎日行かないでしょ。あ、マクド配信ね、もう末期の時だね、それね、俺の配信の。もう何もやることなくて、飲食店でなんか店の中で配信してても電話されるし、もう何もやることねえから、とりあえずマックをデリバリーじゃない、あのお持ち帰りで食って、それで配信しようみたいな、クソつまんない配信をしてた時期や。何もやることなくてマックを食べる配信をしたっていうね。パチスロ最近行けてないな。ご飯の量多くない？まあこれ大盛りのやつですからね、一応。懐かしい。あ、どうも。あ、フォローありがとうございます。あ、フォローありがとうございます。あーさん、Hさん、よろしければみんなフォローしてってくださいね、 TikTok アカウント。はい、結構最近 TikTok やってるんで、まあライブメインですけど。山岡屋は配信禁止になってる。あ、確かに。うん、フォローありがとうございます。とつおまるさん、サリ様さん、うん、宮崎辛麺美味しいよね。まあでも特別めっちゃうまいとは思わないけど、まあそこそこ美味しい。今日初めて食いましたけど、なんか家にあったから食ったんですよ。別にこれ好きで買ってきたわけじゃないんだけど、リカサです。まあそこそこ美味しい方かな。めっちゃ美味しいとは思うけど、まずくはない、間違いなく。辛いな。完食。